はどうなったと思いますか？そうです、サメサメになりました。小林由依です。皆さんこんばんは。ここで皆さんに話したいことがあります。あんなにハマっていた牧場ゲーム、ついに飽きました。その続き、なんでかって、その続きは今夜のブログで。See you again。今ゆいちゃんとしてギターをやらせてもらってるので、もうちょっとギターを頑張って、ね、もっとオリジナル曲もらえたらいいね。頑張ります。はい。やっぱりダンスには力を入れてたので、先生と一緒に頑張ったダンスを一番見てほしいと思って、ダンスを頑張りました。
んですけど、本屋さん、なんで、ね、買ってありがとうございます。じゃあほな次行こうかな。See you.
その場所を認め合い向き合ってたっていいよ。綺麗な川
人たちがやってきて船っぽくなってたりとか、うん、そう私たちもさっきのオープニングで、うん、なんか船のなんかを掃除して、うん、出航だみたいなオープニングをしてたんですけど、うん、その中にあの手旗信号っていうのをやっていて、うん、旗持ったね。そうそうそう、うん、でこういう感じのちょっとやってるんですけど、うん、実はそのオープニングの手旗信号は、うん、手旗で欅共和国って書いてるんですけど、そうそうそう、この後の、ね、パフォーマンスでも手旗信号どこかで出てくるので、うん、ぜひチェックしてみてください。はい、お願いします。
I'm not afraid to die.
てるかい、死ぬやが終わって
誰もその喧騒に大事なものを聞き逃している。世界中のどこにいても自分の言いたいことを、僕たちの金はいつなるんだろう。声や物音、人は誰もその喧騒に大事なものを聞き逃している。世界中のどこにいてもだけど僕たちの壁はいつなるんだろう。
太陽はただ輝き眩しく
聞こえてくるいろいろな声やもの、人は誰もその喧騒に大事なものを聞き逃していく。怪獣のどこにいても自分の言いたいことを、僕たちの鐘はいつ鳴るんだろう。